足を触れましたね、はい、あの川崎のビルドアップが非常に良かったですね。家永、うん、左から折り返し、宮代打てない、後ろからへ脇坂、フリーになりました脇坂、先制フロンターレ。あの神戸のちょっとビルドアップのミスがですね、早い攻撃でこのランニングが効きましたね。山田選手がうまくこう宮代選手をフリーにして、まあ、ここ体って守ってクリアがちょっと流れてしまいましたね、脇坂選手のところに。ただ取った瞬間にこの宮代選手